ただいまより WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界スーパーフェザー級チャンピオン180番の横浜タイトルマッチにかけるのはベルトと己のプライド、見せつけろ王者の魂。挑戦者WBA 世界スーパーフェザー級1位、130番のモンゴルラクマシン。モンゴル初の世界チャンピオンに時は来た、ラクマシン。有明コロシアムから生中継でお送りしています。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦、畠山貴教2度目の防衛戦です。モンゴルのラクマシン、 WBA 世界スーパーフェザー級1位、トップコンテンダー。静かにゴングを待ちます。畠山の2度目の防衛戦が始まりました。そして来日以来ほとんど手の内を見せることのなかったラクマシンのベールが脱ぐ時です。共に右のボクサーファイター、先に仕掛けていったのはラクマシン、右のストレートです。今夜の解説は白井義夫さん、具志堅用高さんのお二人です。白井さん、はい、この2人とも減量は1回で計量をパスするという順調ぶりを見せました、そうですね、なかなかいい調子でねリングに上がったと思いますね。はい、こういう形でいいよ。具志堅さん、はい、今日の試合はどんな展開になるでしょうか。そうですね、ラクマシンがやっぱりもう1ラウンドから出ていってますね。はい、これやっぱり1ラウンドからエキサイトっていうか打ち合いが展開されるんじゃないかと思いますね。はい、今日の試合のレフェリーは南アフリカスタンレー・クリストドローです。渡嘉敷勝雄さん、鬼塚克也さん、そして今夜の解説具志堅用高さんの世界戦もさばいています。ジャッジはアメリカルー・タワット、オーストラリアデレック・ミルハン、パナマのギレルモ・ペレス、3人のジャッジ。レフリーは採点には加わりません。こうやって見ますとね、はい、お互いにね左のリードね、なかなかスピードがあってシャープですね、はい、お互いに頭を低く下げました。ラクマシン、ラクマシンのね左も速いですよ。あ、今ジャブうまく当 て、はい、当てましたね。待て、畠山が左から右と入りました。右のアッパー、畠山の右のアッパーです。左のジャブを突き出したラクマシン、お互い引きません。いいですね、畠山もね左からねショートのワンツーなんかもね、はい、うまく打ってますね。 WBA ルールは1、はい、ライト怖いですよ、ラクマシンのね右のストレート、はい、WBA のルールをご紹介しましょう。1回1ラウンドに3回のダウンで KO 負けとなります。3ノックダウン制、スタンディングダウンは取りません。採点はジャッジの3人、レフリーは加わりません。10ポイントラウンドマストシステム、なるべく差をつけるように奨励されています。グローブはメキシコ製8オンスを使います。偶然のバッティングによる試合続行不可能な場合は4ラウンドまではドローを引き分け、それ以降はジャッジペーパーの採点によります。これボクシングもね、はい、グローブもメキシコ製のグローブですよね、ハチオス、はい、やはり効くんですよ、これね、一番効くっていうからね、拳のところが少し薄いんですね。右のスライド、ラクマシン、あの右怖いですな。右のアッパーは畠山、お互いに右のアッパー、そして右のストレートと炸裂しました。第1ラウンド立ち上がり潜り込んでる右のボディです。ラクマシン左のフックを見合いました、畠山です。しかし挑戦者のラクマシンは高校スパンの時は見せなかったんですよね、手の内ほとんどこのような動きは見せませんでしたからね。ほとんどがやんないんですよね、全く手の内が分からなかったラクマシン、1ラウンドから攻勢に出ています。畠山はそれを迎え撃つ。注目の第1ラウンドが終了しました。有明コロシアムより生中継です。このコーナーはTBS 日体越を、実況担当 TBS の土井俊之というコメンタリースタッフです。
赤コーナーの畠山貴則、十字を切って第2ラウンドのゴングを聞きました。頑張れ、待ってて。白井さんは第1ラウンドどのようにご覧になりましたか？なかなか両者ね、よく左をリードしてですね、はい、なかなかいいですね、機敏な動き、それとね、落馬審 の右のストレートね、はい、これなかなかね、侮れないと思いますね。非常にシャープに打つし、はい、具志堅さんは落馬審、ここまで手の内を見せなかった落馬審についてはどう感じられましたか？そうですね、ここスパーは左ジャブだけでしたね、はい、やっぱりこれが右のストレートが本人の得意とするパンチじゃないですか、はい、やっぱりアマチュアの実績ですか、100戦以上の実績ありますよね。142勝という経歴を誇っています、はい、これはやっぱり基本がしっかりしてますよね、ジャブストレートと。そしてプロに入ってからはインファイト、韓国流のボクシングも覚えたという落馬審を迎えているチャンピオンの畠山。今打ったね、はい、落馬審の打った今右のクロースね、山なりになるクロース、これ怖いですね。右のパー畠山、しかし畠山もスピードありますよ、はい、はい、両者ねなかなかの、ね、コンディションで上がってきましたね。やっぱりチャンピオンの畠山はですね、前回と違ってですね、左がねよく出てますね。前回は初防衛戦、少し硬さも見られましたが、今日は左のジャブがよく出ています畠山。立ち合いのですね、はい、コンディションがすごくいいですね、1ラウンドの。だから前回と違ってですね、減量もうまくいってますね。そうなんですね、はい、今回は千葉県加納山の合宿中に取材に訪れますと、にこやかな笑顔を見せていました畠山。減量も順調にいったというチャンピオンです。左のボディ、ラクマシン、頭に気をつけなさいというレフリー スタンドドローの右怖いですよ、注意が与えられます、右はライトクロース、はい、あれは怖いんですよ。右のボディ、ラクマシン、左を返した畠山、右のストレート、今の右のストレート、フックがいいですね。これは効果に、チャンピオンらしい打ち方しましたね。右のアッパー、ラクマシン、右のアッパーを返した、チャンピオン右のアッパーを返しました。具志堅さん、はい、ここまでの畠山はいかがですか？右のアッパーですか、はい、これポイントですね。いい角度で出ています、右のアッパー畠山です。左のジャブをよく出しています。もう一回左、左を出します畠山。右のストレート、ワンツー、左から右と入りました。これお互いのですね、お互いの距離感で戦ってるからですね、すごくいいエキサイトをしてるんですよね、はい、序盤から激しい打ち合いです。左を出しました、あんまり大振りしないのがいいですね。第2ラウンドが終わりました。ここまでは熱戦が続いています。22勝2引き分け、ここまで負けがありません、チャンピオンの畠山貴則です。背中が見えています、リュウ・ワリュウトレーナー、2人の二人三脚、ま、ずですこれが2度目の世界防衛戦です。今日もリュウ・ワリュウトレーナーにはマイクをつけていただいております。試合中に大きな声が聞こえますのはリュウ・ワリュウトレーナーの指示です。第3ラウンド、先にリングの中央に立ったのは畠山です。畠山もね、張り切ってますよ、はい、なかなかねやる気満々ですね。今日の畠山、試合前にはニュースタイルをお見せしますと言っていました。というのも前回のソウルデュラン戦、2ラウンドに不覚のダウンを喫し、10ラウンド11ラウンドと相手の減点によるドロー判定で防衛しました。ミルストレートラクマシン、それだけにこの試合ベルトを守るという意識ではなく、固くならずに自分のプライドを大切に開き直ってボクシングをしたい、そう言っていました。そしてポイントは接近戦ですかと聞きますと、いや今日はそうじゃないんだよね、相手は上手いけど中間距離は右手、今見てますか、はい、はい、左手、連打が見られました、畠山の連打、左がよく出ています、右のアッパー。今日は相手が出てくるところ、接近戦だけではなく一歩下がってカウンターで迎え撃ちたい、そう言っていた畠山の右のストレートが炸裂しています。ラクマシンも右を返した、腰近い、腰、今の畠山の強度はいいですね、フラッときましたね。具志堅さん、はい、ダメージ与えていますね。そうですね、打ち合っても負けていませんね、はい、しかしラクマシンの右がちょっと強いもんでね、そうそうそう、やっぱりブロック強いし ね、またねラクマシンはね
後半になるとね強いそうですよ、なかなか肉薄してね、それを警戒した方がいいですよね。これ落馬シーンはこれタフさ、右から左です。タフさっていうのも持ち味ですからね、まだ一度もダウンがないついてますね。それとねしつこいですね、しつこい、左右のボディ、これはやっぱりヤリズを相手にしてもね、だから今のうちにうまく抑えちゃってですね、カウンター打っていくといいんですね。畠山左のジャブです。しかし今のところすごいですね、お互いに、お互いに、ね、いい面がね出てますからね、はい、素晴らしいですよ。白熱した世界戦になっています。畠山美濃アッパー、挑戦者もいい。具志堅さん、はい、今日は畠山の右のアッパー接近してくると効果的に出ています。そうですね、よく動いてますね、はい、やっぱりサイドのダッキングですね、よく相手も見ているし、遠いところからの左です。左フック、畠山の左です。これはかいくぐられましたが、右のフックを返した畠山、ラクマシン左から入ってくる、左を合わせた畠山です。両者相打ちの右、今の相打ちですけどね、お互いにやっぱりいいパンチ打ってますよ。右へカウンターで当たりました両者。しかしこんな早い回にね、これアグレッシブでね、お互いにこれを12回打って大変ですよね。今日はスタミナと根性勝負になりそうな世界戦、ラクマシンの右のアッパーです。右のストレートはラクマシン、ラクマシンも負けてない。第3ラウンドが終わりました。ドギー、畠山の右からの連打が見られました。この打ち下ろしのパンチ、ここから一気に攻めていきます。今日は接近しては右のアッパー、離れては左のジャブがよく出ています。チャンピオンの畠山貴則、別の角度から右のストレートです。ジャブたくさん出せ、ジャブをたくさん出せという劉和龍トレーナーの指示を聞いて飛び出した畠山、右のストレートで迎え撃ったラクマシン。左のジャブです。あのジャブはいいですね、はい、とにかくね接近させないことですね、はい。土井さん、はい、チャンピオン畠山が3ラウンドの後半で軽く左のまぶたを切りました、はい、しかしその他すべてうまくいっているようで、龍和龍トレーナーも左のジャブをまず出すこと、そして右のアッパーを出すことを言う通りに畠山動いておりましてね、はい、今は右のクロスカウンターを要求している段階です。畠山から中村秀明のリポート、ラクマシンの右です。ラクマシンのボテブロもね、はい、なかなかいいですよ。接近するとラクマシンも馬力手数で上回ります。馬力ありそうですね、左が相手伸びるしね。畠山飛び込んでの左です。左ボディーです。ラクマシン右のボディから右のアッパー。具志堅さん、はい、とにかくどちらかが打つとどちらかが返すという。そうですね、ラクマシンのパンチがね、ええ、重いんですよ。重い、はい、だんだん出てくるかね、こういうのがね、このガードをしっかり固く人ぐらいですよね、固めて、これはやっぱり終盤こういう打ち合いの我慢比べですよね、本当だね、はい、我慢比べ、まあ、どの社会もそうだけどね、やっぱり我慢比べってのは必要ですからね。今日は我慢比べになりそうだという。それでね、お互いまたいい打ち方してるんですよね、はい、芯の今は右のね、はい、ストレートいいから左フックアッパー、これもいいですよ。ウィービングです。ラクマシン右をいきなり出してきました。土井さん、はい、チャレンジャーサイドなんですが、3ラウンドを終わった。ラクマシンの左から右が当たりました。三田さんどうぞ。はい、3ラウンド終わった時点でですね、とにかくお前は今日はいいから、もうもっともっと前に前に出ていけと、もっと手数を出していかないとやられるぞというような話が飛んでいます。青コーナーから日体操アナウンサーのリポート。なるほど、その言葉もうなずけるラクマシンの出来です。今日は畠山、接近しての打ち合いよりも相手がインファイトをしてくるだけにちょっと下がってカウンターを狙うという試合前の作戦。確かにラクマシンってのはすごいファイトがありますね、はい、このまま12回いったらこれ大変なことになりますよね。それからラクマシンがですね、1ラウンドからもう積極的に攻めてきてますよね。それでそこで畠山は逃げちゃいけないんですよね。逃げちゃダメ、もっとね、左のねストレートね、ジャブじゃダメだからストレートでストップすることがいいんじゃないですかね。あ、右のクロス、右のクロスもいいですよ。ラクマシン飛んできた右、ラクマシンロングレンジからの右です。やはり打ち合いするところは打ち合いしないとですね、はい、
ド沸き返る有明コロシアムから生中継です。142勝、韓国対ロシアで開かれた国際大会で金メダルという実績を誇ります。プロデビューわずか6戦目にして世界タイトルにも挑戦したことがある落馬神、モンゴルでは国民的英雄、知名度はあの大相撲の旭州山関と双璧だという。この来日前にも大統領と会ってきた落馬神です。さあここで畠山がね、強気でね、強気で攻めることがいいですね。変に弱気を出すとダメですよ。はい、畠山はよく左が出てますからね、あの左をうまく軸にしてね、ワンツースリーぐらいをね打つといいですね。落馬神のパンチはガードしています。畠山真っ赤なトランクスが落馬神、黒いトランクスに銀のラメが畠山です。なかなかこの落馬神というのはね、ファイティングスピリットありますからね、はい、回を追うごとにね、だん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 力が出てくるね、そういう感じしますね。具志堅さん、はい、モンゴル人ではありますが韓国をベースに活躍しているという落馬神、なんとなくそういったスタイルが伺えますね。そしてマネージャートレーナーが、はい、韓国ですよね。そうなんです、ソウルですね、イーデハントレーナーはロイヤル小林選手と世界戦を戦ったことがあります。今は一緒にモンゴルに住みながら、世界戦が近づくと韓国に入ってキャンプを行うという生活を続けています。右のストライド畠山ガードしている落馬神、グラブで避けてますね。静まり返った有明コロシアムです。落馬神の強烈な右のストレートを受け段を期した畠山、最後は立ち上がりましたが落馬神の連打の前にベルトは落馬神へと移りました。やっぱりすごいすごいすごい、これはこれはちょっと最近見ないね、こう鋭さというかね、パワーというかね、パンチの強さすごいですよ。具志堅さん、さすがに WBA の世界スーパーフェザー級1位という挑戦者でした。そうですね、やっぱりまたアマチュアの実績ですか、それにしてもモンゴルのね、闘争運動すごいね、チャンスの時の一気の攻め、いやいやもうね、それこそ鋭さね、パワー、もう矢継ぎ早に打つね、パンチはやっぱり避けられないですね。はい、認定証が読み上げられています。新チャンピオンです、モンゴルの落馬神、モンゴル初の世界チャンピオン誕生。白井さん、はい、それにしてもナックアウトシーン、ものすごい右のストレートが当たりました。そうなんですよね、とにかく両手をうまく使ってね、もう左打ちは右、右打ちは左と、もうすごいね、シャープなね、もうとにかく息をつかせないよ、攻撃はね、恐れ入りましたね。さすがのチャンピオンね、はい、畠山もたじたじとしましたね。これが今の畠山、赤コーナー椅子に座っています。リュウ・バルートレーナー、片岡鶴太郎マネージャー、関光則会長がその赤コーナーに陣取っていますが、どうやら具志堅さん、はい、リュウバルトレーナーの話は聞けているようですね。意識はあるようだ、はいはい、大丈夫ですね、はい、最初のダウンを倒された時には感じてますよ、はい、その連打がね、これダメージが なければいいんですけど、かなりの連打を食らいましたが、はい、最後まで立っていたというところ で、ね、レフェリーのクリストドローも入りませんでした。でもね、裸を見ると分かんないですけどね、はい、あんまり脳震盪起こしてるかもしれないですね、はい、後で分かんないっていうねことがあるかも分かんないですね。かなりやっぱり打たれましたもんね。日本唯一の世界タイトルは
日本から世界タイトルが移動するという形で、顎はちょっと腫れたですね。日本からは世界ベルトがなくなりました。新チャンピオンの落馬神です。有明コロシアム新チャンピオンの落馬神が畠山貴則と握手をしました。新チャンピオン落馬神のインタビューです。見事新チャンピオンに輝きました落馬神選手です。おめでとうございます。バイオリンだ、神様だ。どうもありがとうございます。今の率直な気持ちをお聞かせください。気分、지금 집에 엄마 아버지 애기 아들 다 보고 싶어요. 빨리 집에 가고 싶어요. 今 家にいるお母さん、お父さん、それから子供たち、そして奥さんに会いたいです。早く家に帰りたいです。今日はここに弟さんも来ていらっしゃいますけれども。오늘 남동생 오신 것 같은데요. 남동생. 오늘 저기 일본 사람, 한국 사람, 몽골 사람다 대통령하고 타 사람들 고맙습니다。もう日本人もモンゴル人もその時代は韓国人の皆様、今日来てくださった皆様方、どうもありがとうございました。早いラウンドでの KO 勝ちでしたが、 KO 승하셨는데요。저기몽골사람은말을시합시합있어는말하지마시합구나구나말을얘기해하고나나내순간켜요。試合前に私たちモンゴル人としてはお話をしてはいけません、ね、ですからそれを黙ってたんですけれども KO で勝ちたかったです。今日は本当にこの試合の始まる前は全く何も試合展開のことはおっしゃらないという感じではありましたが、それの話、そして今日は KO 勝ちで勝ちを収めてどうでしょう。ベール終わったせよ、좋아요。예무슨일주일역사는더욱더굴려질수있고오늘도니네기초에서우드러우는그때이미겨울에야구에서마티필때였어모르고난데요꽉1년간맡았던아노타이틀마치가나갔다그래도정신적으로겨울에는수고하고복잡했었다근데내가겨울できれば KO でノックアウトで勝ちたいという気持ちで試合に組み込みました。それでは最後にここの有明に集まってくださったファンの皆さんに一言。나마그몽골스마노트카스준도어두운그거르고스티즈거를나뱅도서점지득아팀오치라니아르투무나마인디르딤세야동고서동식다호아이들은북두무서딤신비과일이잖아あのまあ、モンゴルから、ね、わざわざ来てくれて応援してくださった人たちも僕を、ね、とってはすごく心の面で力になってくれてる。そのモンゴル人のファンと韓国からも、ね、応援してくれてる韓国のファンに心から感謝の言葉を送りたいと思っています。見事 WBA 世界スーパーフェザー級新チャンピオンに輝きました落馬神選手でした。インタビューの中にありましたモンゴルの風習で試合前には語らなかったという言葉、願望を口に出すというとその逆の結果になってしまうというのがモンゴルに言い伝えられている言葉だそうです。そのために試合前はほとんど口数は少なく重かった落馬神、ついに口を開いた時には勝利者インタビューでした。この後もう一度試合を振り返ります。畠山貴則対落馬神、今日も WBA 世界スーパーフェザー級をつけていただいております。試合中に大きな声が聞こえますのは劉和龍トレーナーの指示です。第3ラウンド先にリングの中央に立ったのは畠山です。畠山も、ね、張り切ってますよ。今日の試合を振り返ってまいりたいと思います、はい、白井義雄さんと具志堅陽子さん、お二人の解説です。白井さん、畠山、はい、この第3ラウンドはまだまだどちらとも言えないような展開が続いていただけに、まあそうなんですね、でもねこの辺からね落馬神のね連打がね一、はい、つ当たるとババッといくあの連打がね素早いっていうかねシャープっていうかねすごいのがありましたね。具志堅さん、はい、この辺りからいよいよ落馬神のこの実力が伺い知れたというラウンドでした。
そうですね、あの1ラウンドからですね、あの動きはやっぱりラスパイ、あのラクバシンがですね、積極的に出てきましたね。その時にあの右ストレートのね、強さ、重さがなんか畠山よりちょっと上かなという感じはしましたね。ただ今ご覧いただきました、あの畠山の右のストレート、ねね、これはクリーンヒットでした。あの、まあ、クロス気味のね、あのストレートが良かったんですよね。この3ラウンドは、はい、あの畠山の右ストレートがね、いいところ入ったんですよ。グラッときましたね、はい、強度はいいですね。ただタクダというこのラクマシン、なかなかですね、ダメージ与えていますね。そうですね、試合前に韓国の東洋太平洋チャンピオン、これが畠山のスパーリングパートナーとして来日していたんですが、その時に話を聞きますと、ラクバシンとあの畠山とチェ、死闘を演じたチェ・ヨンス、この2人ラクバシンとチェ・ヨンスだったらどっちが強いと言いましたら、ラクバシンと即答していました。というのもパワーとそして打たれ強さ、このあたりはラクバシンの圧倒的に上だとこう言っていました。具志堅さん、そのタフさというのは伺いましたね。タフさもあるし、ボクシングで一番この大事なパンチですね、パンチを打つストレート、それがあの正確で的確ですよね、ラクマシンのこの、そこがやっぱりボクシング の, あのアマチュアの時からのこの基本ですか、ボクシングの基本をしっかり身につけたかなという感じしますね。白熱した世界戦になっています。アマチュアでは142勝という経歴を誇っています。14歳からボクシングを始めたラクマシン、韓国で行われた国際大会で金メダル MVP を獲得した時に韓国のプロモーターからスカウトされてプロデビューをしたというこのラクマシン。こうやって見ますとね、ラクマシンは左ももちろんいいんですがね、はい、それ以上にですね、時折打つね、右のストレートだからクロスね、あれがすごくいいんですね。第3ラウンドで振り返っていますが、はい、これ右ですね、今の右、あれがね強いですね。右カウンターで当たりました両者。具志堅さん、選手としてはああいう右をもらったとき、畠山の気持ちになったらいかがですか。もう分かるんです、右が強いっていうのは分かるんですよ、だから警戒しとけばいいんですよね、右 の, あのガードですね。そうしますとダウンシーン、初めてのダウンを喫したときには、この時にもうすでに右のパンチが強いと伏線があったわけですね。そうです、まだ見えなかったんじゃないですか、あのストレートに。おそらく見えなかったんでしょうね、はい。それではこの後また試合を振り返ってまいります。この後は第4ラウンドを振り返ります。ラウンドです。VTR で試合を繰り返っています。具志堅さん、はい、先ほどの第3ラウンドは畠山の右のクロスのストレートが当たりました、はい、そして迎えたこの第4ラウンド、あのジャブはいいですね、はい、とにかくね、接近させない。この時には具志堅さん、ここまでは畠山有利、それともラクマシン有利、どのようにご覧になっていますか。いや、これはね、私は互角に戦いをしていると思いましたね、はい、しかしその他すべてポイントもですね、2つ2つ取ってると思うんですよ、両方がですね、はい、そうしますとここまでは互角という畠山、ラクマシンです。右のクロスカウンターを要求。そして白井さん、はい、今日の畠山なんですが、はい、スタートはものすごく順調に見えました。ちょっとね、できんだぐらいねだったんですがね、中間でねちょっとね気を抜いたようなところがなんかあったんじゃないかと思うんですね、はい、そこを疲れてですね、コンビネーションで打ち抜かれたっていうのを感じしますね。そして具志堅さん、はい、今日の畠山の作戦はあのチェ・ヨンスと戦った時、そして前回の防衛戦のソウル・ディランと戦った時のような接近戦ではなく、相手がインファイトしてくるのでちょっと下がってカウンターを狙うと、こういう作戦を立てていたんですが、そうですね、やっぱり左でしょうね、はい、左を使って右のカウンターの作戦でしょうね、それはこのラクマシンにはどうだったんでしょうか。やっぱりあのラクマシンも左を つきましたよね、ただやっぱり打ち合いですね、はい、打ち合いをやっぱりやった方が良かったですね、もっとね。この時に具志堅さんはすでに打ち合いをした方がいいという解説をなさっていますが、はい、こういう距離を取った時に不利なんですよ、ストレートがやはり上ですね、ラクマシンのストレートがあの正確さっていうかね、白井さん、はい、あの畠山はラクバシンは接近戦はうまいけども中間距離は苦手だとこう分析していたんですが、なるほどなるほど、それはね中間でもいいですよ、あの上下をですね、はい、顎を打ってまた持って打つね、このコンビネーションプロはねなかなかねラクバシンは すごいものを持ってますよ、はい、それとねやっぱ根性がありますよね。今回の試合に向けて畠山は 3.5 キロというハンマーを地面に何度も何度も振り落とすというそんな練習をしてきました。このハンマー練習は以前
ナックアウト勝利を11連続ナックアウト勝利を続けていた頃にやっていた練習、腰を痛めるのでやめていたということなんですが、今回は1センチでも1ミリでも上に行きたいためにその練習を復活させたと言っていた畠山。しかしその効果が出る前に落馬神がものすごい右のストレートを5ラウンドに振ります。よく落馬神というのは手出しますよ ね、上下うまくね、しつこいですまたね。ジャブじゃダメだからストレートでストップ。リュウ・ワリュウトレーナー畠山を指導しています。リュウ・ワリュウトレーナーはどこからでもいつからでもパンチを連打で打つことができるのがこの落馬神の怖いところだと分析していました。その怖さがものの見事に発揮された試合でした。第4ラウンド沸き返る有明コロシアムから生中継です。 VTR で振り返っています。有明コロシアム、この後は中落ちの第5ラウンド。それでは試合が決まりました第5ラウンドです。来た落馬神です。ここまで畠山そして落馬神ともに互角の展開をしていたという第5ラウンドでしたが、落馬神が徐々に徐々にその怖さを発揮してきたラウンドでもありました。畠山よく左が出てますからね、あの左をうまく軸にしてね、ワンツースリーぐらいをね打つといいですね。落馬神のパンチは改めて試合を振り返っています。白井さん、はい、このラウンドで決着がつくわけですが、ああそういうことですね。黒いトランクスに銀のラメが、まあ、これ、まあ、今言うのもちょっと変ですけどね、はい、やっぱり12ラウンドありますからね、後半にスタミナ持っていってですね、中盤から後半にかけてやろうとしたんですかね、はい、なんかねちょっと気が抜けるようなね、ちょっとその感じするんですよね畠山。まもなく1回目のダウンシーン、はい、訪れると思います。左から入って右のストレート、落馬神のものの見事な右のストレートが炸裂した第5ラウンドです。キャンプを行うという生活を続けています。右のストレート畠山ガードしている落馬神、グラブで避けてますね。ああ今のねショートのワンツーですね、顎が入りました。具志堅さん、改めてこのダウンシーンをご覧になって、タイミングも良かったんですけど、チャンピオンがね左ガード下がったところをタイミングよくストレートを出しましたね。下がるところとストレートが入ってきたタイミングがですね、この後落馬シーンはものすごい連打、途中マウスピースを吐き出している畠山、ね、もういつ試合を止めるかというクリストドローレフリーでしたが、最後までこのファイティングポーズ、あるいはガードの構えをしている畠山だけに割って入りませんでした。レフリーもちょっと遅かったですね。しかしダメージは残っていました。1分46秒、第5ラウンド1分46秒、日本から唯一の世界タイトルがモンゴルへ流出した瞬間でした。試合を振り返りました。これは現在のライブの映像です。記者に囲まれているのは畠山貴教を指導していました劉和龍トレーナー。まだまだ畠山貴教の姿は見えません。リュウ・ワリュウトレーナーが記者に囲まれています。畠山貴教が5ラウンド1分46秒、敗れまして世界タイトルがモンゴルへと流出しました。日本から世界タイトルがなくなった第5ラウンドのまでを振り返ってまいりました。この後は残念ながら敗れた畠山選手の様子をお伝えします。コロシアム畠山貴教選手の控え室前、たくさんの報道陣が詰めかけています。畠山貴教5ラウンド1分46秒敗れました。一度の段を喫し、その後は立ち上がったもののレフリーが試合を止めました。リュウ・ワリュウトレーナーが記者に囲まれています。このリュウ・ワリュウトレーナーとは二人三脚でやってきました。畠山貴教が現在はドクターチェックを受けているという情報ですが、その様子が心配です。土井さん、はい、今記者団に囲まれているリュウ・ワリュウトレーナーはですね、4ラウンドまでは全てがうまくいっていたのに、たった一発でやられてしまったと、はい、とても残念そうです。4ラウンドまでは満足だったそうです。で、気になるのは畠山選手が今後どうするかということなんですが、リュウ・ワリュウトレーナーはそれはちょっと
2人で考えますと言って口を濁しました、はい、それから畠山選手当人はですね相当なやはり精神的にも肉体的にもダメージが残っていまして肩車をされる、いや、肩を借りて控室に戻ってきたんですけれども、はい、その間、まあ、意識が半分飛んだような状態で両方の頬骨の下からは内出血が見られて、額にもバッティングの内出血が見られて相当ひどくやられたなという状態ですね、はい、でついですね 4,5 分前にようやく口を開きましてどうやって負けたかわからないんです、はあええあね、俺どうやって倒れたんですか何ラウンドだったんですかとしきりにね、スタッフに聞いていましたそういう状態ですただ、表情がね時折笑顔が出たりと戻ってきましてメディカルチェックの方も、心配はないという、ことになっています、はい、赤コーナーサイド畠山貴教選手の情報そして龍和龍トレーナーの談話を中村秀明アナウンサーでした具志堅さんどうやら意識が飛んでいたようですね、はい、そうですねやっぱり最初のダウンですね、はい、あれがやっぱり強烈でしたね土井さん、はいチャレンジャー、新チャンピオン側の落馬審側なんですが、はい今の気持ちはどうですかって改めて聞かれまして、とても嬉しいですとやはりあの安堵の表情を浮かべてましたね、願いを言ってしまうとモンゴルではその願いが叶わないっていうことがありまして試合前は何も語らなかったんですがそうでしたね、今はですねやはり思った通りの展開になったと KO じゃなければ自分は勝てないと思ってただから KO で勝ちに行ったという話をしております、はい、今もまだ、記者会見が続いている、新チャンピオン落馬神側でしたライブの映像で落馬神の表情をご覧いただいています白井さん、はい、狙った通りの KO 勝利ということですね、まあ、そうでしょうねそれとまあ本人もちろんねもうあれでしょう、なんて言ってもモンゴルではもう英雄ですよそうなんですね、これもう初代でしょ、はいね、だからもう本当にもうモンゴルじゃねすごいよ英雄になりますよね名古屋場所を控えていた大相撲の旭州山関も昨日このホテルを訪れまして落馬神を激励しましたその様子を見て旭州山関は神は自信満々だった100% 勝てるよ目を見ればどれだけ自信があるか同じモンゴル人だか分かるとこう語っていた旭州山関の言葉がその通りになりましたやっぱりパンチに、ね、力が流行ってましたよねもう矢継ぎ早に打つあのパンチは、ね、強かったですね、はい、それではこの後はもう一度試合を振り返ります今いろんなパンチ使ってあのテクニックもね山畠山の2度目の防衛戦が始まりましたそして来日以来ほとんど手の内を見せることのなかった落馬神のベールが脱ぐ時です拳のところが少し薄いんですね右のストレート落馬神あの右怖いですな右のアッパーは畠山今見てますか、はい、左の連打を見られました畠山の連打左がよく出ています右のアッパー相手がインファイトをしてくるだけにちょっと下がって簡単に狙うという試合前の作戦確かに落馬神ってのはすごいファイトがありますね、はい、このまま12回行ったらこれ大変なことになりますよね右のストライト畠山ガードしている落馬神グラブでよけてますね倒した畠山右のストライトがいきなり火を吹いた落馬神の強烈な右を食らっている立てるか畠山チャンピオン立てるかこれは効いたファイティングポーズ取れるか畠山目を見ている目を見ているクリストの試合再開ラクバシンの会見がまだ続いています今夜は WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチチャンピオン畠山貴教と挑戦者1位モンゴルのラクバシンの一戦をお伝えしてまいりましたが5ラウンド1分46秒畠山貴教がレフリーが試合を止めまして新チャンピオンラクバシンがニューチャンピオンとして誕生した瞬間をお伝えしてまいりました白井さん、はい、畠山の話ですが、はい、ここまでの戦績は22勝に引き分けこれに初めての敗戦がつきましたそうです、ね、これからの畠山ですが、まあ、今日の場合はですね幹部だけまで打たれたとですから相当ねあれ芯まで効いてますよね、はい、だからもう時間をかけてゆっくり休んで、そして次のことをね考えた方がいいと思いますね、はい、具志堅さん初めてプロに入っての黒星、はい、そうですよね、
まあ、本人も納得いかなかったんじゃないですかね、これ一発のパンチだからね、だからこのダメージがやっぱりかなりあると思います、はい、今日の試合はですね、だからやっぱ半年1年後にまたやるならやっぱりもう一度やるか、まあ、リターンマッチ受けるか、あとまた階級一つ上げて、はい、ライト級ですか、ライト級に上げてやるかですね、かなりやっぱりウエイトがきついって前々からありましたもんね、ライトで挑戦してでもいいかなという感じはしますけど、もちろんそのダメージが心配されますので、早ければとは言えませんが、もし畠山がこのボクシングに戻ってきたら、はい、また期待したいところはありますよね。そうですね、やっぱり畠山君ファンがね、やっぱりもう一度見たいっていうのがたくさんいますから、はい、本人も納得いかないと思いますよ、はい、もう一度やると思いますけど、まだ白井さん初めての黒星ですからね、はい、まあ、で今やね、藤木さんが言ったようにね、なんかウエイトが苦しいないかと、これが事実としてね、ウエイトをね、もう本当に苦しくなるとですね、打たれもろくなるんですよ、はい、そういう面が今日はね、ぴったり合っちゃったような気がしますね、はい、今夜の解説は白井義雄さん、具志堅用高さん、お二人でした。どうもありがとうございました。